未生流は諦めたけど自由はなくしてない。だから私は今でも切り花のそばにいる。切られた花たちは私から離れて私を置いていくけど、最後の瞬間の輝きを見せてくれるから、その美しい姿に切なくなるけど、たった一瞬だけでも完全になれるのなら、それを私は生かし表現しているの。私も花のように生きれば。真面目に考えてないでしょ。やめて、花なんて何に向き合ってるの？なぜ、私の生け花が何にいらないの？やめて、花なんて自粛。彼氏いないの？自粛。作らないだけじゃないの？今でも遊びたい。生け花なんて古風ですね。自粛でも遊びたい。何に向き合ってるの？どこも閉まってる。いい加減家庭でも持ったらいいんじゃない？私の生け花。作らないだけじゃないの？どこも閉まってる。でも、私は自由。に会いたいな。マスター、マスター、マスターおらんぞ。で誰もここには来ていない。そうか、気分転換か。こんな状態だったら音楽も楽しめない。しかしもうすぐ元に戻る。心配するな。将来は生け花を目指して、だから花屋さんで働いていた。じゃあ今は辛いな。今じゃ誰も知らないが、小倉にくすめという画家がいた。洋画家だ。ピアノもできる芸術家だったらしい。東京で画学生になり、佐伯雄三と同級生だったらしい。若くしてフランスの印象派活動に参加した。よくすめ、やったな、受賞おめでとう。やるんだ貴様、俺も受賞したいよ。山田、やっぱりわしはフランスに行こうと思ってる。え、なんだと？フランスに行く？そうだ。お前正気か？そうだ。お前何を言ってるんだ。学校は、中村さんは、今からって時に何を言うんだ。どうも同じ空気、同じ感覚にしか思えない。ここでは何も進まない。ここでは何か新しいものが生まれると思うんだ。やめとけやめとけ。才能も器量も申し分ない。九州の小倉から出てきたらしいが、どうも気にかかる。その性分が何もなければいいが。二度の入選で思い上がってるわけじゃない。今しかないと思うからフランスに行くのだ。人間はいつ動けなくなるかわからない。中村だってそうだろう。だからこそ今異国の新しさを見て感じたいのだ。時は1920年頃、情熱と勇気があったんだろうな。
しかしその夢は儚く散ってしまった。彼の作品が北九州美術館にもあるらしい。パリの何だったかな、くすめ。まだ光が空を回っていた頃からお前たちの心の中に入り込んだ。そして多くの笑顔と悲しさを見てきた。それは幸福そのもの、それは永遠に続くと思った。わしもわしの家族も共に生きていけたはず。何も変わらない。そう、時代は何も変えれない。それを変えたのはお前たちだ。今度は自分たちで光を空に巻き、次々と濁ったものを作り、歪んでできた隙間にそれを流し込んでいった。そしてお前たちのためだけに、太陽は昇り、雨は降り、花が咲く。それは虹のように幻想なのだ。お前たち次第なのだ。不思議でしょ。いきなり水が湧いてるでしょ。変じゃない。少し前まではドブ川だったのよ。今はほら、昔のように澄んだ水が流れてる。鉄の塊のおかげね。鉄の塊？この下に鉄の塊が走ってるの。それって新幹線のことじゃない？そう、人間が穴を掘ったら水が湧いてきて、それを汲み上げて流してるの。その水は冷たくてきれい。だから菖蒲が咲いてるの。悩むことなんていっぱいあるかもしれない。なんであれ、形を変えれば乗り越えられることだっていっぱいあるのよ。ここみたいに。菖蒲が言ってるわ。
自分を信じなさいって。そしたら嬉しい知らせを送るって。わかった、頑張ってみる。